嫌になったの。私と過ごす日々を飽きてしまったの。何のアレンジも効いてない日々につまんなくて嫌になったのかな。今日の帰りは何時。嫌になったの。私の無駄な早起きとか寝癖うざったくなったの。何のアレンジもしてない髪もたまになってて嫌になったのかな。女の子は大変だ。毎日の楽しさにうぬぼれ好きだれ幸せの海で浮かれすぎたよ。宅配ボックスの5番のとこいつもの暗証番号で閉じ込めてる。思い出宅配ボックスが開かないのです。私がガタクと叫ぶ。